武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾お茶の水本校校長清水です。武田塾教務の藤原です。動画をご覧の皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。藤原先生、今回なんですけれども、はい、藤原先生は受験相談とかをやってて、はい、こういうのが正直やってて一番気になるなみたいなポイントがあったら教えてほしいなと思うんですけども、わ、はい、かりました。あります、あります。受験相談とかしてて、はい、今勉強どんな感じとか聞いたりすると、はい、聞きますね。英語これこれこういうことやってます、数学これこれこういうことやってます、社会一問一答何なりやってます、はい、現代文何してるって聞いた時に、はい、いやちょっとみたいなやってる参考書名すら上がらない科目ランキング1位現代文ですね。現代文ってめちゃくちゃ大事なんですよね、はい、そうですね、はい、まあ、そもそも日本語を読む力ですから、はい、現代文を極めるさえすれば、うん、他の参考書も要は日本語で書いてあるから、か読解力が上がれば参考書の効率も上がるんですよと、はい、現代文をなんで皆さんに必ず得意科目にしてほしいんですよ。現代文を得意にするのは受験生だったら必須、はい、現代文を頑張ってくださいと言いたいんですけど、はいはい、大体の人がどうやって勉強すればいいんですかとか、はい、問題は解いたはいいけど復習の仕方はどうやってやればいいですか、はい、みたいな子が非常に多いなっていう、はい、そう、高校生の時は全然わかんないわかんないですね。じゃあ今回は藤原先生にあの現代文の正しい復習法みたいなところを教えてもらいましょうか。わかりました、お願いします、はい、現代文って何を鍛えなきゃいけないかっていうと、はい、やっぱ読解力ですよね、はいはい、読解力って分かれてるんですよね。読解の読という読み方の方ですね、はい、で解の解き方の方、はいはい、大事なのは、まあ、もちろん両方とも大事です、うん、復習するときに何をしてほしいかっていうと、こっちの読み方をちゃんとやってほしいんですよ。なんか解き方の復習をめっちゃ頑張ってる受験生が多い印象ですよね。そうそう、あ、そうなんですよ、まあ、解き方は確かに大事です、はい、ただ解き方の方、復習の段階で大体説問を覚えちゃってるんですよ。なるほど、大体解き方はもう分かってるんですよはい、はい、読み方を鍛えるための復習方法っていうのが非常に大事になってくると、はい、論理の展開を追うっていう、うん、ちょっと難しそうですよね。難しいまあちょっと具体的にはですね、はい、意味段落って皆さんちゃんと取ってますかね。ありますね。参考書の解説にはなんか意味段落ちょっと書いてあるけど、これなんだろうと、まああんま気にしなくていいやっていう人が多いかなと思うんですけど、めちゃくちゃ大事なんですよ、はい、まずはこのこういうことで、で次こういうことで、はい、で最終的にこういうことが言いたいんですよっていう、この順番があるんですね、はい、これをしっかり整理しながら取っていくために文章全体をしっかり区切ってって、うん、内容を整理しながら内容を捉えていくというのが非常に大事になってくる。分かりやすく、じゃあ何すればいいのっていうところで言うと、はい、まあ要約ですね、はい、やってない人いっぱいいるんですよ、はい、いきなりこう要約かけって言われても難しいと思うんで、うん、まずはまあビジュアル的にね、この文章こういうこと言っててみたいな、こう自分で絵とか図とか書きながらの方が最初はまとめやすいから、うんうん、なるほど。でそのまとめた内容をもとにそれを言語化するっていうことをすると、それが要約になってくる。日大レベルの段階から本当にさっき言ってた読解の解の方しか見てないと、本文を読む力がストックされていかないっていう感覚ですかね、うん、解答根拠はここにしか目が行ってないんで、その筆者が結局何が言いたかったのとか、この段落の最重要箇所一言言うとどこみたいなっていう、本文自体の重要な情報を抜いていく力っていうのがあんまりね、復習雑な子はまあ蓄積されていかないですよね。そうなんですよ、まあ、その読み方を鍛えるために、まあ、一番こう適しているのが開発コードだったりするんですよね、はい、まあ、あそこまで、まあ、説問の解説もありますけど、説問の解説というよりかは、うん、本文をひたすらひたすらひたすら解説している参考書って、そうですね、開発講座がいい参考書って言われるゆえんもここにあるのかなっていうふうに思います、ね、で開発講座やったらポラリスの1とかポラリスの2とかでも同じようなやり方で要約までやってほしいと、はい、読むの方の復習をちゃんとできてる受験生とできてない受験生でめちゃくちゃ差つくなと。めちゃくちゃ差、その動画を見てる皆さんは読むとこまで復習できてるでしょうか。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。